ならんかなと思って、まあボツにしましょうと。ちょっと逃げんなってお前も。あれ当たるしかない。オッケーオッケー。ことがだるいじゃん、そのエリアな、オッケーナイス。回し切りだけやめろ、オッケー。じゃあこっちは回し切り。マックスでついてボスはお前じゃねえ。寝とけよ、イボレジジ。セラビンは思った以上にやれてますね。あ、どうもギュンです。バウンティーラッシュはついにね、ロリガキ環境入ったということで、弱点がね、ほとんどないんですよね。で、あの、属性相性のいいね、このミドシャン、みんなね、苦戦するみたいなんですよね。キュンさんもぶっちゃけ特性見る限りね、しんどいと思うんですよ。でも皆さんからね、キュンクスでなんとかやれんかという声をね、多数いただいたので、今日はね、キュンクスで暴れていきたいと思います。まあね、キュンクスならなんとかなるんじゃないかなと思っております。というわけで、ロリガキ駆除行ってまいります。キュン玉ガランガラン。まあ、とりあえず星5のロリガキ2体ということで、なんでアップが俺かようわからんけど、どうしようかな。ちょっとさ、試したいからさ、いろいろ。いいかな、いきなり裏行って。まあ、前回のセラミウの動画といい、今日さ、裏ばっかり撮んな、最近。で、ちゃんと攻めますって宣言しましょうね。はい。はい、セラミウちゃん、まず強者当てていく。こうやってね、スキルで攻撃すると爆下げがあるんで、必ずね、なんだろう、強者打つときはなるべく、何も火力上がってない、なんつうの、フラットな状態でね、打った方がいいかなと思うんですよ。あ、じゃあ、これ、もうきつい。ほんときつい。これ、ちょっと待って、これ、きつない、セラビーム。ちょっと待って、うざいって。ちょ、これ、うざない。うざい、あ、負けだ。意味ねえわ、意味ねえわ。意味ねえわ、3回無敵や。じゃあ、これさ、ダメだね。多段ゲージなんてやっぱきついね。これ、頑張ってジャスト回、あ、うぜえの、タイミングずらしてくんなよ、お前。もう、うざいな、やるな、こいつ。で、倒す方法としてはもう、完全にあれっすね。はい、もう、ジャスト取って、とにかく無敵をまとわせずに、危ない危ない。これは食らいたくない。なるべく、火力維持した状態で通常でね、攻撃するっていうのがセオリーかなと思う。まあ、もう、アルベルは無理。おい、ロリガキてめえ、生意気だな。何ハートスタンプ欲しいんだ、この野郎。おい、ハート送り合ってちょめちょめすんな、お前らバカだれ。なんや、その泣きスタンプ、煽りか。まあ、というわけでね、セラビームちゃん倒すのはちょっとね、頭使いながらやるしかないかなっていう感じなんで、まあ、ひたすらジャスト取って通常でチクチクダメージ与えてみたいな。で、とどめで強襲みたいな感じかな。あんま強襲使いたくないけど、でもな、結局シャンクス強襲使っちゃうね。今までみたいにね、まあ、最初は突っ込んでいいから、フラットの状態だから。フラットの状態でオッケー、ブースターでかい。よっしゃ、くらえ！なんでそっち、もう、なんでそっち行くかな、おら、ほら。まあ、セラビーム以外はね、全然余裕なんで、敵のキャラ。もう、アプーちゃんがちょっと苦手かな。キムさん、アプーちゃんの攻撃よくわかんねえから。何こいつ？なんだこいつ？あ、これジャスト？はい。もう感覚でわかったわ、今。感覚でこんな攻撃すんねやろうな、と思って。なんか全然ダウンしてね、こいつ。何？もう特性とか全然わからんだけど、アプー。どうしたお前？おし、セラビーム来い！セラビームと戦いたい！ちょ、セラビームと戦いたい。オッケー、こっち来たら教授突っ込んでいく。これ当たったの？当たったのか？あ、でもバフ下がってるから、当たったんだろうな。でもなんでダメージ入んねんの、今の。どういうこと？まあ、この、ちょっと待ってよ。これは大事。ちょ、通常に行こう。通常で、大丈夫だ。とにかくあいつの回し切りだけ避ければいいから。回し切りだけ警戒して。ああ、それはやばい。でも、それ使うとやばいな。これ使っちゃうとさ、回し切り食らっちゃわない？ちょっと待って。あれ当たるしかない。オッケーオッケー。なんか倒した。な、やれんことはないけどさ、ハートの方さ、わざと食らった方がいい説あるかもね。自分が覇気、ついてるときは、うん。じゃないと、回し切り相手持ってたら確実に回し切り当たって、めっちゃ不利になるもんね。多段じゃないからもう剥がせないんで。はい。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これでちょっと、こっち今日見ないで見せかけ、裏突っ込んでいく。ナイス。おぉ、オッケーオッケー。まあ、ロジャー言うっすね。セラフィンは？ちょ、セラフィンちゃん戦いたい。セラフィンちゃん戦いたい。オッケーオッケー、2体来い、2体来い。うわぁ、うぜぇ。やべぇ、ちょっと覇気がない。覇気がないのはちょっときついぞ。覇気ないでも絶対ジャスト取らなきゃいけないから、これは。はい、ジャスト、オッケー、でかい、でかい、これでかい。でもこれはもう守ってればいい。ここら辺で足踏みしてればいいから、もうみんな固まってるからね、敵。オッケー、なんかセラフィンは思った以上に、やれてますね。そんな、まあ、きついっちゃきついけど、そんなめっちゃダメかって言ったらめっちゃダメではない気がする。はい、ナイス MVP。で、今回一応相手一人だけなんですけど、セラビームね。じゃあこの8番さんに逆にさ、その粘着しちゃえばさ、あれかな、ひたすらこうセラビームと戦えたりするかな。裏キャラも即ボコしてみたいな。ちょっとそれやっていいですかね。ちょ、ほんとセラビームとたくさん戦いたいんですよ。で、なんかさ、3体さっき当たったんすよ、相手セラビーム。全員なんか70レベとかで、ちょっとさすがにさ、動画に、まあ、さすがに無双しましたけど、うん。あんま動画のこう参考にならんかなと思って、まあ、ボツにしましょうと。ちょっと逃げんなって、お前もうめんどくせえな、あっちか。よしよしよし。で、逃げたい、そう、着地と同時にこう、強襲当てるとかは結構いい使い方かなとは思うんですよ。まあ、バフは下がっちゃうんでね、そこはね。お、ズル向け！お、ズル向け、ちょっとお前火力くれよ。火力くれよ、お前。あ、難しいな。火力合わせるのかな。で、お前どうせズル向けヘッドヘディングシュートするんでしょ？はい、ズル向けヘッドヘディングシュート。なんでやねん。なんでやねん。今当たったやろが、お前のズル向けに。キュンさんの刀がよ、お前。おし、セラフィムちゃん。セラフィムちゃん、オッケーオッケー。通常なら全然ダメージ入るからね。ボコそう、こいつ。
こいつはあの星5やったからな。おっちゃんね、逃げんなってうぜえな。もう2かうざいって。ちょっと待って、2か待って、話し合え話し合え。オッケー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 。セラフィムちゃんに興味ないよ興味ないよで見せかけ突っ込んでいくな。じゃあお前クソ。ひょっとしたらセラミム戦うときこのスキルにはさ、あれかもね、もうそうそう、こうやってあの、まあ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 、ちょっとなんかうまいこと言いたいことが言いにかった。え、何が言いたかったかっていうと、要はそのハートは回避します。で、回避ない状態で相手回し切った時にそのスキルにの無敵の方でその回し切りを回避するみたいな使い方をした方がいいのかな。でもあれってどうなんだろう。オッケー、こいつ間に合うか、間に合え。オッケー、こいつボコすればすぐセラミム出るからな。こいつ速攻ボコぞ。あれってさ、無敵中に攻撃食らったらどうなんだろう。あれ炎つくのかな、背中に。オッケー、スキル1来るし、はい、じゃあ外っていく。それ読んで、ルーもスキルなくなったら金が全然勝てますと。はい、じゃあキュン玉コントロールかまします。ジャストオッケー、はい、キュン玉コントロール成功。でもこれはひたすらボコすと。はい、火力を次に上げていきましょうか。次どうする。スキルそろそろ溜まってるかな。はい、じゃあこっちも回避をして無敵で確実に倒していくと。オッケー、まあ金が全然打つ、ね、完璧な解説でしたね今ね。よしよし、セラフィム来た。違う、見られたあ、さっき立ちすぎやつセラフィム、あいつな。よし、ちょっとごめんな、ひたすら。ちょっと8番さん、あおり中とかじゃないけど、ちょっと早かったね、ごめんね、ごめんね、早かった。やばい、これが一番ダメなパターン来た。で、これ回し切りくらっしょ、回し切りくらって相手3回無敵つきます。はい、積みました、頼りでしょー。で、現在裏ロザン持ってきてるんですけど、ちょっとロザンも試してみるか、今の環境。本当にそのセラフィムどれぐらい来ても絶対きついと思うけどね、セラフィム。だって、キュンさん、セラフィム使っとって、ロザンマジでかもよ。はい、どれだけちょっとできるか。まあ時間も時間なんで、とにかく、ここ抜けばいいか。セラミムと当たることなさそうやな、これ。このまま、多分、普通に、さらっと抜いて、普通に勝てちゃいそうですね。あ、来た。セラミム勝った。なんか白、アイジャスト。うわ、危ない。で、これ抜くと見せかけて、無敵挟んでいく。完璧な戦略。よしよしよし。で、カムサに打って、勝ち確と。いやー、まあ、やれんことなくない、そんなセラミム。よし、神回来たよ。ちょっとサンタいるからね、これは激アツ。これで活躍できたら結構信憑性高いよ。あ、多分ね、1対1とか相手はそのセラフィム1とかだったら全然いけるんだけど、キョキョキョ、はいはい、フラットの時の強襲はでかいっす。もう落とすのめんどくせえな。ダメージアップはさすがにね、しっかり鍛えてるチャンクだったら入らないんで。オッケーオッケー。まあフラッターの時にいかに戦えるかみたいなとこあるんで、で今僕バフ上がっちゃってるんで、まあ、スキルで攻撃するとダメなんだけど、まあ、ちょっと行くしかないか。はい、で、まあ、あんまでも効かないね、やっぱね、相手もね、こう、エリア内だから、ダメ化が入るからさ、で、こっちもバフ下がるからさ、ダメだね。やっぱ通常でダメージ与えていかなきゃこれダメだ。勝てない、勝ち目がない。アルベルの攻撃がなんでこんなに弱いかわかんないですけど、これちょっと大丈夫、危な。なんでキュンさんこんな防御高いね、今。キュンさん防御5日そんなカチカチになったの。待て、別に多分、その、ランク的にそんななんか、星4がいるような、感じでもないしね。今までいたキャラだから。どうなんだろう。セラビムの攻撃があんま入らないのは分かる。ちょっと一回逃げますね。これね、あんま当てない方がいいような気がするんだよな。その確実に落とさないとき。ただ7番が落とせそうだ。かぶった!もうかぶった!ちょ、落ち着けて!なかなかこう、セラビムね、星5以上のやつが3体おるか、やつなかなかなかったから、ジャスト。OK、ジャストでもうちょっと肉取る。OK。肉取っても1回リセット。あー、それやばい。もうちょっと待って、本当に。ちょ、回し切りだけやめろ。回し切りやったらコスト。よし、最後クラッカー。回し切りだけやめろ。 OK! じゃあこっちは回し切り。うざいって、もうちょっとお前関係ないやつ入ってくんなって。お前もうだるいな。どこ行ったあいつ。はいはい、もうこれちょっとマックスでついてボコすお前じゃねえ。セラビムをやりたいぞ、セラビム。今のもやっぱ通常でやった方がよかったかな、通常で削った方がよかったかな。たださ、よろけ向こうとかだるいじゃん、そのエリアな。 OK ナイス。だからさ、よろけ向こう同士の戦いじゃないからさ、難しいんだよね。半圧ない吹っ飛ばしやろ。相当頭使うとやっぱセラフィム戦えへんね、これね。まあ、自分で言うのもあれですけど、割とやれてる方じゃないですか、キュンさん。クソみたいな強襲しちゃった今。で、これ無敵来るっしょ。はい。で、これ1、2、3で吹っ飛ばしていく。爆上げていく。やっぱね、数々の修羅場をくぐり抜けてきた相棒やからね、キュンクスはね。あ、もう、だからキドローとかも全然ね、見てきたからね、理由で。はい、で、これジャスト取っていく。あれ何、はい、OK。で、今、ペケが相手いっぱいついてるけど、セラフィムが、セラフィム、あれセラフィム全然出こんくなった。なんで?あ、8番来た。8番ちょっと行ってな。
ちょっと力比べしてえな。しかも、あのね、今ね、バフがすごい上がってるんで、そこらのキャラは全然で倒せます。ただ、セラビームね、これで好きで攻撃すると、一気にね、シャンクス弱くなりますよと。フラットな状態、フラットというか、むしろマイナスなのか。うん、これまあまあちょっと待って、これは大丈夫か、ほっといていいな、ほっといていいな。じゃあ最後ロリグリに一発かましたら思ったけど、やっぱこっちにしいよ。寝とけよイボレジジイ。口悪っ。待ってて、どんな曰くさ